はい、皆さんこんにちは。社労士24担当講師金沢です、えー、今回のテーマはこちら社労士試験に合格するためのシンプルな学習スケジュールという内容になっております。で、私はあの講師歴23年の中でですね。あのまあ、数多くの方のですね、えー、その合格された方のまあヒアリングを。 してまいりまして、で本当人それぞれだなと、その合格者の数だけ勉強方法があり、そして学習スケジュールの立て方があるなというですね印象なんですが、まあ、そんな中でも共通点っていうのもやっぱりあって、でその共通点っていうのはま一般化した場合にまあ、こんな感じになりますよっていうですね内容になります。まあ、シンプルなってことになりますので、あの。 あとはそのご自身の環境に応じてアレンジをしていただいてそのご自身だけのですねその学習スケジュールを作るのに役立てていただければ幸いかなと思っております。であの私ですねスケジュールで一番大事なことってすごい当たり前のことを言っていいですかあの 期限を守るってこの仕事も,もう期限がたくさんあるわけですよ。収録期限とかですね、えー、あとはその作成期限とかも期限がたくさん、えー、あるわけなんですが、その期限を守るで、その上でその期限の中でクオリティを上げていくっていうのが、まあ、仕事の進め方ってことになると思うんですけども、勉強もこれまさに、えー、そうなんですよね。まず期限ありきで、でその中でのクオリティってです、ね、話になってくると思うんです。でこの勉強する時 期限を設ける。じゃあどういう期限かってことで考えた場合に、まあ、こちらですね、えー、この8月までのその勉強する期間っていうのを、えー、科目別学習期そしてえ総まとめ実践練習期とえ分けた場合、えー、この科目別学習っていうのを5月までに終わらせるっていうのが大事な期限ということになります、まあ、科目別学習っていうのは、えー、労働基準法安全衛生法から社会保険一般常識全、まあ、科目をですねその各科目、えー 所定の時期に、えー、メインの勉強をして順繰、えー、り順繰りですね、えー、各科目を、まあ、履修していくっていう、まあ、時期に、えー、なりますけどもこれを5月までにこれ終わらして、えー、いただくというです、ねえー、ことになります。でその期限を、えー、守ることによって8月の本試験で戦いになるんですね。 その勝ち負けけの土俵に乗るることができるわけできわすよで逆にこれを過ぎてしまうと総まとめの時期が少なすぎて本試験で勝負することが難しくなるわけです。ですのでこの勝負がまず決まる第1段階っていうのがこの5月までに 科目別学習を終えることができるか。まあ11月ぐらいから始めた場合ですよ。えー、年内ぐらいから始めた場合に、その5月まで科目別学習を一巡させることができるかっていうのがまず最初の第一関門というふうにお考えいただければなと思います。で、その5月までに全科目っていう期限が定まれば、各科目の期限っていうのも、えー、おのずとこれ定まってくる、えー、わけですよね。あの労働基準安全衛生法にこれ3ヶ月かけるとかなりますと、えー、後半の科目にこれシー ここれ来るるってことにななわけなんですよ、まあ、そこでその5月までに間に合うように各科目の期限も切ってでその期限も守るとでその中でまあクオリティを上をできるだけ上げてで次の科目に期限が来たら次の科目に進んでいくっていうのを進めていってください、まあ、もちろんそのクオリティに若干の不安が残るあるんですよそれはまあ当たり前なんですよでその若干の不安っていうのを挽回するのがこの6月からの総まとめ期ってことになるわけなんですよでその 相馬特権の時間というのを十分確保するためにその5月、えー、までに全科目一巡っていう期限をぜひ、えー、守っていただきたいということですねでまあその中でまあ何をやっていくかっていうことなんですが、えーまあ、このカリキュラムのですね、まあ、ご案内するときに、まあ、一般的にインプット期アウトプット期みたいな説明の仕方をこれ便宜上させていただくんですが、まあ、実際問題としてはあのー インプットアウトプットっていうのはセット一体的なもので片方だけやるってことはないんですよね、まあ、常に並行していくってことですでなぜならばあのインプットっていうのはアウトプットするためにあってでアウトプットっていうのはインプットするためにあるからなんですよ何が大変なこと言ってんだっていうことなんですが、まあ、つまりあのインプットしないとまあ当然アウトプットできないわけですねでその最初の講義とか聞いた時のインプットっていうのは仮のインプットなんですよあの本当に思い出せるかどうか分からない状態のインプットに過ぎないんですねでそれをアウトプットすることによって、えー、その思い出せる 情報と思い出せない情報になるとでその思い出せる情報っていうのがその芯のインプットした情報ってことになるわけですね。その仮のインプットから真、えー、のインプット、えー、にするためにはこのアウトプットの経由っていうのはもう絶対必要っていうですね、えー、ことになるわけです。でその、えー、インプットと、えー、その、えー、アウトプットのですねあの、えー、バランスっていうまあことで、えー、考えた場合あのまあ 両方は並行すするんですけど比率は変わってきてでその比率、まあ、教材で置き換えた場合、えー、こちらですね科目別学習期においてはテキスト3の問題集710、まあ、とした場合ですね全体10とした場合テキスト3と問題集7っていう比率が標準的な比率ということになります。 まあ、テキストの、まあ、インプット的な学習が3で,で問題集アウトプット的な学習がこれ7ということですね。であのこれは初学者の方が、まあ、なりがちな傾向なんですけどもあのテキスト肩になるとあのしっかりと勉強をしてから問題とかしているうちにですねもう時間かかってしまってあの大事なアウトプットをすることができないってことになるわけですね。でアウトプットを経由しないと C のインプットになりませんので。 あのテキスト型では実力上がっていかないわけなんですよ。で、一方で、あの経験者の方もですね、なりがちな傾向として、この問題集型になると、で問題集中心にずっと勉強していて、まあ、テキストがあまりやらないという状況ですと、問題で出されたところは大丈夫なんですが、問題で出されないテキスト掲載論点出されると対応できないみたいなことになっちゃうんですね。ででですので、まあ、初学でも経験 があある場合でもででももすすねあの両方と必必ず必要です、えー、テキスト問題集、インプットアウトプットはこれ両方とも必要、比率アーチガイド両方とも必要っていうところはです、ねえー、ぜひご認識いた,だいただきたいかなと思います。でこのテキスト3問題集7でまやっていくことなんですけども、まずまあテキストとかまあ講義を聞くっていう段階では概要理解ということですね。えーその その法律の全体像であるとかあるいは言葉の定義であの、まあ、それが分かんないと、まあ、英語の勉強の英単語みたいなもんですよでそれが分かんないとあの問題解いても何の問題か分かんないっていうことになるのであの意味がないわけですねですので、まあ、まずは当然アウトプットのためにインプットは必要ってことで、えー、概要理解をするわけなんですが必要なのは概要の理解ざっくり理解であって事細かに各項目を全部一個一個理解する必要はないですからね、えー、っていうか無理です。あの これもやっぱり問題を通じてじゃないと最終的には理解にこれ至らないっていうところがえありますから。今これ 今見てる内容はいまいち分かんないけども問題解いたり次の科目に進んでいけばまあいずれ理解できるはずだってことはもうどんどん進んでいくっていうのが非常に大事なことってことになります。でそのまあ概要を理解してで問題解くことでその問われる論点はこれ把握するっていうことですね。でこれもテキストだけではできないことなんですよ。あのテキストには正しいことしか書いてないのでテキストを読んでも正しい内容しか書いてこない。で試験問題では試験って間違い探しなんですよね。その正しい内容を 間違えた表現で出題してきて、で、そこ間違ってるよね。 ダウトっってていいいうううに言う間違い探しのこれゲームっていうことな,んですよなのでその正しい内容がこういうふうに引っ掛けられるってこの引っ掛けパターンを把握しないと問題に対応できないんですねで、まあ、それがその問われる論点をこれ把握するってことになりますで問われる論点を把握した上で,でその論点を思い出す勉強っていうことですねでそれはまあテキスト戻ってやっていただきたいっていうことなんですよあのテキストのこの正しい情報っていうのは過去問とかではこういうふうに書けられるぞっていうのをこれ思い出す、まあ、つまり取材論点の思い出しの思い テキストの見出しを見たときに、えー、この項目からはこういう内容が出題されるぞこういうきっかけがあるぞっていうところを、えー、その思い出せるようになる勉強していくとでもこれは最初から全部できる必要はなくてぶ、えー、ちょっとずつできるようになっていくっていうふうに認識していただければいいかなというふうに思います。まあ、それがまあやっていく え問題集、テキスト問題集でやっていく内容ですね。で、まあ、それはまあさらに具体的に、えー、見た場合って話なんですが、まあ、こちらになります。で、まずあのメインっていうのは、その時のメイン科目っていうことですね。あのまあ雇用保険をやってるんであれば、その雇用保険の内容ってことで、まずあの雇用保険の講義を聞いていただくと。で、まあ、講義を聞いたら、テキストの内容っていうのはざっくり確認して、で早速問題集に取り掛かると。で、その時の問題集っていうのは、まあ、いわゆる5択とか1問1答ってありますけども、1問1答の方が望ましい。 ですでなぜならばあのこの時期のアウトプットっていうのはあの論点の把握とその思い出しのため、えー、なんですね5択の,の中から正解者を選び出すっていう訓練のため、えー、ではないんですよであればその1問1答でテキストを掲載中に並んでる、えー、で1個の問題に対して1個の論点がある1問1答をやった方があの目的は叶いやすいんですねえということで1、まあ、問1答の問題を解いていくということになりますでその問題を解いたらそれでテキストに戻っていただきたいんですねでその時にその 取材された論点っていうのをテキストにこう,いう書き込みをしていただきたいんですよ。で、そのテキストに書き込むことによって、そのテキストを見たときに、えー、この論点を思い出す。これ訓練っていうのが、えー、できるようになるわけですね。あの後で見ていきますけども、最終的には？ テキストをいかに読んでるかっていうのは試験を分けるわけですね。で、そのまあ下準備として、えー、この科目別学習期から、えー、テキストへの論点書き込目をしていくと、まあ例えばこれまあシャローシ二十四のエロキのテキストの一部なんですけども、まあこれまあ基本的に正しい内容しか書いてないんですね。で、そのまあ問題数問題を解くことによって、えー、こういうところを注意しなきゃいけないとか、こういう引っかか方があるっていうのがまあ見えてくるんですね。で、まあその格目例としてはまあこんな感じ。 になりまして労働基準法の適用除外でこの同居の親族のみを使用する事業についてはこの「のみ」っていうとこがポイントだというところでこの「のみ」っていうところに「丸をしておくとかですねであるいは家事使用人に関してはですねあのこの家族と請負う事業者で結論が変わってくるとこの指揮命令が誰かとで指揮命令が家族であれば除外っていう対応関係で。 で指揮命令が請負い事業者の場合は労働基準法が適用っていう関係ですね、えー、っていうまあ対応関係を線で結んで書いておくですねであの引っ掛け論点としてこの請負い事業者が請負業者が命令の場合は除外ってきたら誤りだというです、ね、ことを書いておくということになります。 どうかまあ国家公務員でいうと、えー、労働基準法では行政執行法人の職員に関してはまあ適用なのでまあ、全て除外ってきたら罰だとみたいな感じでまあ、全て除外罰というふうに引っ掛けワードを書いておくということですでその正しい内容だけのテキストに誤った引、えー、っ掛けパターンっていうのも書いておいて、えー、そのまあ正しい内容と、まあ 間違ってる内容ですねこう比較することによってよりこの論点が定着するっていうことですねでまたその横断的な内容としてこの行政執行法人の職員は他の労働法では普通に除外されるぞみたいなこともどんどん書いていくというのがこの時期にやっていただきたいですねその論点の書き込みということになりますでまあこれがメインの科目でこのメインの科目をさっきご紹介した期限通りに進めていくということが大事です まあその期限の中でまあいかにクオリティを上げていくかと。で、まあ、そのクオリティを上げるまあコツっていうことで言うと、えー、こちらですねまずそのもともとの期限は厳守する、えー、守るということで,でその守るために大事なポイントっていうのが最初の科目とか特定科目に偏らないっていうのがまあ非常に大事です。 で最初の科目は労働基準法労働基準法に偏って労働基準法に数ヶ月かけて後半の社会保険に幸せが来るってもうほんとよくあるパターンなんですよ。まあ、労働基準法だけはめっちゃ詳しくなって、えー、そのもう在学教授レベルの知識を身につけるんですけども社会保険は全然勉強できない。 できないっていう場合はこれ労働基準はあくまでも全科目の中の1科目ですので期限通りに終わらせると、まあ、内容楽しいので深入りしたい気持ちは分かるんですがそこは我慢するっていうことですね期限が来たらちゃんと次の科目に進んでいくっていうのが、えー、各科目バランスよくクオリティを上げていくのには大切ということになりますあとまあ特定科目に偏らないことも大事ですねあのまあ苦手科目はあるので、まあ、それはそれ大事なんですけどもそればっかりやってると他の科目に幸せがきますので本当はバランスよく やっていくっていうのがま大事ですね。まあ、それがま全体のクオリティを上げていくことに結果的につながるということになります。その部分だけ良くしても全体のクオリティが上がらないとしょうがないですから、あの期限守ってバランスよく全科目やっていくっていうのはま大事ってことは見ておいてください。 でさらにですね、まあ、これも直前期に向けての下準備作業なんですが、まあ、一問一答の問題解いてるときに、その一問一答の問題の仕分けをしていただきたいんですね。その得意な問題、苦手な問題、真ん中の問題ってことで、えー、分かるように仕分けをしておくってことです。で得意な問題っていうのは、まあ、何回やっても間違えないよねっていう、まあ、問題ですね。で、苦手な問題っていうのはも、何回やっても間違えるって問題。で、真ん中の問題っていうのは、えー、できるときもあれば、できないこともあるっていうですね、えー、問題になります。 でまあ、それをですね、あのこの問題は得意だから丸、でこの問題は苦手だから×で、これは中間だから三角みたいな感じで、まあ、書いて痕跡を残しておくことですねで。そうすると直前期にメリハリを聞いた復習が、短時間でのメリハリを聞いた復習をする準備になりますので、まあ、それをこの科目別の時期からぜひやっておいていただきたいということですね。でまあ、これがまあメイン科目の講義の進め方、勉強の進め方ということになります。で 同時にですねあの各科目のクオリティを上げるっていうことでいうとあの、まあ、メイン科目だけ集中してやるっていうやり方も、まあ、全然ありではあるんですがでそうすると何が起きるかっていうとあの社会保険健康保険に入ったあたりで労働基準法とか安全衛生法の記憶がもう完全になくなるあの勉強していた1ヶ月は何だったの状態になると。 でえー、さらに社会保険終わった頃には労働科目の記憶がほとんどなくなっていて、えー、この6月からまたやり直さなきゃいけないっていうですね、えー、ほとんどゼロベースからやり直さなきゃいけないみたいな状況に陥りがちなんですね。でそうするとと、あのー、こののの総まとめの、えー、学習の スピードっていうのがちょっと殺されてしまうっていう部分があるわけなんですよ。でそれをまあできるだけ防ぐ、まあ、つまり各科目の忘却っていうのをできるだけ防ぐっていうですね方策を立てておくと全体クオリティを上げるのに役立つということになります。でこの 奇襲科目に関して、まあ、メイン科目を中心にやるのは当然なんですけども、えー、この忘却防止で奇襲科目をやっていく例えばこの健康保険やってる時に労働基準法をサブとして勉強するってことですねであの比率は人によって違うと思うんですけどもちょっとでもやっとけばいいんですよ本当にちょっとでも、えー、いいので。 だそのまあ、健康保険95%で労働基準法5%ぐらいの比率でもいいのでちょっとだけでやっておくで、ちょっとだけやるだけでも全然違いますから、だから毎日健康保険やりながらも、も毎日ちょっとだけ労働基準をやるみたいな感じでやることによって、例えば労働基準法3問とか,とか、トレモン3問とか,とかですね、そんな感じでもいいですし、あとまあ講義のながら師匠ですね、あのまあ、私担当しているまあ社労士24、えーまあ、とかの場合、まあ、労働基準法3時間半ぐらいで終わりますので、まあ、それを隙間時間で耳で聞いていく、まあ、一度勉強した、えー、内容ですから、まあ。 視覚情報がなくても耳だけの情報である程度内容を思い出せるということに、ね、なりますしあとまあ問題でもあの、まあ、苦手問題だけ解くみたいなやり方、まあ、さっきご紹介した一問一答で丸三角×ツってつける場合、まあ、丸の問題っていうのはある程度大丈夫だと。で一方でのの問題っていうのは 何回やっても間違えるのでその苦手問題だけ中心で解いていくみたいな感じですねになりますあとまあ組み合わせは社会保険をやってる時にまあ労働科目の勉強をするとかですねいうことによって社会保険期間中のこの労働科目の知識の提言っていうのをできるだけ防いでこの総まとめ期に入っていくようにするっていうですねまあそういうやり方を一つお勧めしたいかなというふうに思いますでこの科目別学習期におけるあのまあ本当これ目安ですねこの勉強時間の目安です 1>, であのまあ、その1時間あたりどれぐらいできるかっていう、まあ、その生産性っていうのはまあ状況によって変わってくるので、勉強時間がすべてではないんですが、ただまあ目安にはなるということで、まあ、ご紹介させていただきますと、まあ、週20時間ですね、えー、この週20時間、の平日何時間、隙間時間使って何時間で、えー、土曜、日曜ですね、まとまった時間をかき集めての20時間ですで。一般的にはこの20時間勉強するためには、机に向かう勉強だけでは到底及ぶ、及ぶ。 ことは難しいので、あのまあけに向かってない時間をいかにやるかっていうことですね。まあ、通勤中とか、えー、そのお風呂に入ってる間とかですね。あの家事をしてる間で家事をしてる間も流れ聞きとかですね。まあそういう時間にやってるわけなんですよね。まあ、そのつけに向かってる時間と向かってない時間をかき集めて週20時間のですね、えー。勉強時間をこれ確保するというのが、えー、まあ一つの勉強時間の 作りり方方の方法とということになりますで、まあ、以上がこの5月までの科目別学習期の、まあえーまあ、スケジュールについてということになります。でこの6月からの総まとめ期実践練習期において、まあ、目的はまず全科目この間に4回転させる。まあ書いてないですけども6月1回転7月1回転で8月に2回転っていう、えー、イメージですかね。でまあ、この え、3ヶ月間でま全科目4回転を目標にするとで、プラスあの模擬試験などを受験してまあ、実践練習をまあ積むということですね。えー、っていうのがまあ目的ってことになります。で、まあ、この看板のインプットアウトプットは常に平行なんですが、まあ、そのテキスト問題集の比率っていうのが、まあ、この頃になるとまあ5対5ぐらいになってるといいです。あの、結局その問題解くのってやっぱ時間かかっちゃうんですね。 えーまあ、かといってまあ解かないっていう手はないんですよあのやっぱ、えー、問題解く勘っていうのはキープしておきたいので、まあ、問題を解くのをやりつつこのテキスト読み込みの方にこの比重を回すってことで、まあ、テキスト5と問題集5ですね、えー、っていうことになります。でこの時期はこの論点思い出し完成期ってことで、えー、その、まあ、過去問レベルの論点っていうのはもうテキストに移植されてるというふうになっていてもうテキストを見れば、まあ、論点書いてあって、まあ、思い出し訓練ができるっていうですね、まあ、状況にしておくっていうのが、えー まあ、ベストというですね、えー、ことになります。でこの相、ねまあ、まと議においてもですねあのやはり問題を解いていくわけなんですが、まあそのまあ、過去やった一問一答の問題集もですね、えー、まあやっていくとして五択の,の練習をそろそろ始めなきゃいけない。えー、五死択一で解く練習ですね。であの本試験は五死択一で正解誌選び出すっていうまあ訓練な、えー、わけなんですよ。あの一問一答でやっていくんじゃなくてその五択の中で えー、知ってるのが3つあって知らないのが2個あるとでその知ってるの3つから正解者を選び出すって訓練、えー、そのこの小難しいなんかよく分かんない選択肢を、えー、が混じっていたとしてもそれはスルーしてですね残りの3つで正誤判断するみたいな、えー、そういうです、ねまあ、訓練をしていくっていうのが、えー 正誤案出して正解者を特定するっていう。まあ、訓練が絶対必要になるわけですね。で、まあ、それで、このご支度一で解く。で、まあ、模擬試験であったりってですね。えー、ことになります。 でまあ、このご支度下された論点もやはり、えー、同じようにテキストに、えー、論点書き込みをして移植していくってですね、えー、これも進めてくださいでまあ一問一答の内容に関してはこの×三角を中心にやっていくっていうことですねでこの得意なやつもですねほっとくと忘れちゃうんですよあの得意だからって放っておいていざ解こうとしたら間違えて 愕然とするみたいなのよくあるんですね、えー、なんでこの丸の問題もメンテをしておく得意な問題メンテメンテの具体的な内容っていうのは問題解と一緒に見るってことですね問題解と一緒に見るだけであれば0.1秒で終わりますからあこんなのあったよなっていうぐらいで、えー、できますので、えー、三角×を中心に解く練習はしてで丸問題に関しては得意問題に関してはメンテメンテで問題解と一緒に見るってですね、まあ、そういう使い分けをしていただけると回転が速くなるというです、ねえー、ことになりますで選択対策ですで選択対策は、えー この択一対策で選択対策の8割方これカバーできてるわけですね。あので択一が固まってるすると択一ではカバーできない選択の論点っていうのがまあ2割部分あるとでその2割部分の中心っていうのが目的条文だったり最高裁判例だったりまあ統計だったりすると、まあ、いうことになりますのでそれらの対策を講じていくっていうことですね。あの 択一、まあ、っていうのは合格するために力を上げていく訓練ってことで,で選択対策っていうのは択一合格レベルにある方っていうのが、まあ、万が一で、えー、不合格にならないようにするためのですね、えー、その落ちないための勉強っていうのが、まあ、この選択式の、えー、勉強ってまあ位置づけになりますでまず択一の力を伸ばしてで、えー、直前期にまあ選択の対策を講じるということですねでまあこれはまあ初学者の方は一般的にそうなんですけども あのただあの経験者の方で、まあ、選択後一1点という方は、まあ、この判例統計目的条文の、えー、勉強っていうのはもう最初からやっておくもう最初の、えー、勉強し始めと時からもう毎日ちょっとずつやっていく、まあ、私は、ね、毎日判例とか、えー、毎日労一とか毎日目的条文って言い方をしてるんですけども、まあ、それを最初からやっていくっていうことですねで,あので、まあ、そういったものに適した問題っていうのが、えー、その斜浪士判例とか、えー、社浪士 えー、老一とか、で社老師目的条文って検索すると、まあ、グーグルで一番に私のブログが出ますので、まあ、それを使って勉強するとかですね、えー、っていうのを、えーまあ、やっていただけばいいかなというところでございます。であと、テキストを読み込むみ、増やしていくってことですねであの。やっぱ試験はテキストの内容がいかに頭に入っていて、それを思い出せるかっていうことなんですよ。あの テキスト持ち込めばまあ大体試験に合格できるんですよ。テキスト持ち込んで時間無制限で回答していいよって言ったら多分合格基準っていくと思うんですね。あの多くの方が。で,あ,のであればそのテキストの内容っていうのを頭に入れてしまえばいいわけなんですよ。で、まあ、それがまあテキストの読み込みっていうことになるわけですよ。でその比重を増やしていくと。でこのテキストを読み込むことによってその、えー、過去問で出されてない穴も埋められますしあとまあ体系的なですねあの知識っていうのを えー、頭に残すことができると。あのー この項目はテキストのこの辺にあるってですね、そういうイメージが残るわけですね。で、それであの知識を頭から引き出しやすくなるっていうことになりますので、最終的にはテキストの読み込みっていうのが勉強方法としてはこれ最強になるということですね、になります。最初からテキスト読み込んでもダメなんですよ、さっきお伝えした通り。最初から読み込んだって出るとこ分かんないですからよくないんですけども、出るとこ理解した上で,で、テキストに論点移植した上でテキストを読むとめっちゃ効果ありますので、最終的にはそれで進めていただきたいと思います。で、勉強時間に関して言うと、まあ、週20時間から4 40時間ですね。まあ尻上がりに上がっていく感じです。あのまあ8月とかは有給とか取って週40時間50時間やりましたってなじよく伺いますので、まあできるだけ知り上がりに勉強時間をこれ上げていくってですねことをしていただければいいかなというふうに思います。まあ直前期の20から40の勉強時間ってもう直前期はやる気スイッチ入っちゃってますんで結構確保できるんですよね。まあそれよりもその5月までのあの平常時の勉強時間 あのやる気スイッチはまだ入ってなくてであのっていうどん段階でいかにまあ20時間確保するか、まあ、この20時間確保するためには隙間時間の活用と本当習慣化ですねあのやる気出なくてもやるっていうまあ習慣化であの時間帯決めて場所決めて、えー、この時はこれをやるってまあ決めてってことでまあ習慣化する、まあ、これもあの社労士習慣化で検索すると私のブログ出てきて習慣化のやり方あると書いてると思うので、まあ、それもまあ参考にしていただけばいいかなというふうに思います、まあ、以上がですね、えー、この社労士試験 えー、このシンプルな学習スケジュールってことで、まあ、ご紹介しましたがほん、まあ、と人それぞれでございますので、まあ、ここでご紹介した内容っていうのがですねあのその王道であるとかあの唯一無二っていうわけじゃもう決してございません、えー、ただあの合格者の方に共通する部分が含まれてるのも確かでございますので、まあ、そこを参考にし,していただいてそのご自身なりの学習スケジュールを立てていただければなというふうに思います、えー、それでは以上です最後までありがとうございました